皆さんこんにちは。自然と共にある暮らしの水野さとみです。今日は私がもう20年近く栽培しているバラのマリーちゃんとの逸話をシェアいたします。私はこの事実を知った時、植物や木々たちの無償の愛、純粋さに涙しました。またこの動画の最後では今月中旬から下旬の間で開催する超特大ビッグプレゼント企画のご案内もいたしますので、ぜひ最後まで動画をご視聴いただけましたら幸いです。私はおよそ9年前に植物や木々、目には見えませんが私たちをいつも守り導いてくださっている高次の存在たちとコミュニケーションを取ることができるチャネリングという能力を開花させ、この能力を生かしおよそ9年間ライフワークとしてカウンセラーの仕事を裏家業的に行ってまいりました。この9年間で様々な純粋で愛にあふれる存在たちと会話をしてきましたが、中でも私が人生で一番と言ってもいいくらい無償の愛を感じ心を打った彼ら見えない存在たちとの会話を今日は視聴者の皆様にシェアしたいと思います。私はチャネリング能力が開花してからもう本当に1日に何回も公園に行って、そこにいる木々と対話したりですとか、あとは栽培している植物と対話をしてきたのですが、中でもバラ、私が一番初めに女性性というものを学ぶ上で、あ、これが必要だなということで、バラの苗をですね、一株購入してそれを栽培するということを始めたのですが、その私にとってとても大事なきっかけとなった植物をこう愛を持って育てるというものを学ばさせていただいた長女バラ、もう今バラは何株も私は栽培しているのですが、一番初めに私がこう栽培を始めたバラ、オールドローズという分類になるこうカップ咲きといって、こうふんわりと丸く咲くジャックカルジェという品種のバラの名前をつけているのですが、マリーちゃんとのチャネリングがもう本当に植物たちというのは純粋で愛にあふれているんだなということを実感させていただく内容でしたので、今からこのお話をシェアしていきます。バラのマリーちゃんを栽培して5年ほど経って、もうバラのマリーちゃんも大きくなってきていて、他にももう2株3株とバラがさらに次女三女と増えていき、私は東京の小さなお庭で家庭菜園を始めました。で、始めた時にですね、もう何でも栽培したいということで、もう多品目をたくさん種を入手して、お庭にもう2、30種類ぐらい作物たちのこう苗がいる状態だったんですね。そんな中、植物たちがこうたくさん、今までの私の人生の中でないぐらい多品種こうお庭にこうある状態の中、バラのマリーちゃんがですね、なんか元気が今までの中で一番なくなってきたんですね。でも枯れてしまうんじゃないかってすごく心配をして、そこでちょっとチャネリングでどういう状況なのかというのをですね、私の守護存在にですね、バラのマリーちゃんとの対話というよりは守護存在にどういう状況になっていて、バラのマリーちゃんがもし危険な状態なのであればそれに対するアドバイスが欲しいということで尋ねました。そうしましたらですね、バラのマリーちゃんはどうして今そういうあまり調子が良くない状態になっているのかというのを教えてもらいまして、その内容というのが、そのバラのマリーちゃんは私が植物をこう栽培する中で一番初めに私の元にやってきたということを自分で自覚しっかりしていて、この様々な他のバラたちですとか私が栽培を始めた野菜たちをこう長女としてリーダーとしてこうみんなの管理をこうエネルギーでしていたっていうことが分かったんですね。で、私がもう人生で一番というぐらいも多種類の作物たちをこう栽培するのにもうひいひいもういっぱいいっぱいになっている中で、私の要するにエネルギーがこう多品目のお野菜を栽培するのに追いついていなかったということで、バラのマリーちゃんが私を手助けするという意味でもそうですし、他の植物たちを手助けするという意味ですごくエネルギーを使ってしまっていて、もうそれで
エネルギーが枯渇してしまっていて、自分をもう犠牲にして周りの植物たちをサポートしていたので、すごく弱ってしまっている、彼女は今弱ってしまっているというふうに言われまして、もうそのままじゃあ私もバラのマリーちゃんがいかに無償の愛を持っているのかというのをその前からこうチャネリングをしていて知っていたので、このままじゃあバラのマリーちゃんが自分を最後まで犠牲にしてしまって、自分がもう燃え尽きても枯れてしまっても他の植物たちをサポートしてしまうって感じたので、どうしたらいいですかっていうのを私の守護存在にお聞きしました。そうしましたら、バラのマリーちゃんはそのお庭に一緒にそのサポートしている、バラのマリーちゃんにとって仲間、家族みたいな仲間と一緒にいると、彼らをついつい全部こうサポートしてしまうから、彼女だけをこう家の中に入れて少しの間お休みの期間を設けてあげるといいですよというのをこうアドバイスとしていただきました。私もそれはもう直感で、あ、それはすごくいい方法だ、バラのマリちゃんとも何度もコミュニケーションしているので彼女の性質を分かっていたので、私はお庭にあった弱っているバラのマリちゃんをですね、自分の家の部屋にですねこう置いて、ちょっとの間お休みしといてねっていうことで、今は休んでてって他のサポートはしなくていいよっていうふうに伝えてですね、お休みしてもらいました。そうしましたらもうだんだんとバラのマリちゃんは順調にですね回復していって、もう今ではもちろんですけども現在も私の元で毎年元気に素敵なピンク色のお花を咲かせてくれています。このバラのマリーちゃんのように私が今までチャネリングで対話してきた存在たちというのは、いつもチャネリングするともう明らかにですね、愛のレベル次元が私たちのそれよりももう全然高くて純粋で、彼らはいつもその純粋さ、大きな愛でですね、私がいつもハッとするような温かさや愛で溢れたケージをこう与えてくれるんです。このような大きな、そして純粋な愛に触れる機会というのは、この現代の殺伐としている人間社会の中ではなかなかないのではないかなというふうに思います。皆さんはどう思われますか？おそらくは過去の私もそうですし、皆さんの多くの方々もそうかと思いますが、感動的な本、大きな愛に触れるそういった本ですとか映画を読んだり見たりした直後、長くて数日間はこのような純粋さや大きな愛の周波数でいられるかと思います。ですが数日1週間ぐらいすると日常のいつもの状態に戻ってしまい、結局その状態を維持できない、こんな経験皆さんもございませんか？私はチャネリングを習得する前まではまさにですねこのような日常というか人生でした。ですがチャネリングによって毎日のようにピュアな存在たちとコミュニケーションを取るようになり、いつしか彼らの純粋さや愛の温度が私の日常にも浸透していき、私自身も毎日を彼らと同じような意識で送れるようになり、人生がとても創造的で愛にあふれたものに変化していったんですね。ですがこれは棚からぼた餅のような話ではありません。このような状態になるまでに私はとても努力をしてきました。チャネリング能力を開花させた後、様々な本物と私が感じるスピリチュアリストの方々にセッションをしていただきながら、彼らスピリチュアリストの方々が受け取ったメッセージやビジョンが自身が日頃から受け取っているチャネリングメッセージと相違がないかどうかをたくさんチェックし、自身が間違いなく正しいところとつながっているかを徹底的に俯瞰するという、自身を厳しく律し浄化するということを日常の中でずっと繰り返してきました。また開花、チャネリング能力の開花当初はこの能力がしっかりと自身に定着するまで毎日何回もチャネリングを高次の存在やピュアな存在たちとし続けてきた、もうたくさん数をこなしてきた結果今があります。高次の存在たちや純粋な愛の周波数の高い存在たちとチャネリングをするためには、自身の中にこう作っているエゴですとか未浄化の感情を徹底的に浄化するということが必須なので、毎日の中でチャネリングするたび何度も自身の波動を彼らと
同じ周波数にしなければなりません。これには努力が厳しい自身を律するという強い心が伴います。でもこの努力や自身の浄化、そういった感情ですとかエゴの浄化を習慣化できれば、この努力は決して辛いものではなく、むしろとても心地よいものとなります。そして人生はもう毎日が奇跡の連続のようになっていきます。これは本当に嘘でも古代表現でもなく、現に私が毎日のように体験していることです。実際にコミュニティ私は運営してるんですけども、そのコミュニティのメンバー様がこの前6月の21、22、23と夏至にですね、大浄化を目的としたリトリートツアーでこちらに来られたのですが、その2泊3日の期間ご参加された皆様はそれをまさに目の当たりにされて、もう本当にびっくりなさっていました。植物や木々たちの無償の愛をいつでも感じることができる人生は本当に幸せで満ち足りたものです。皆様もそんな幸福感の中で日常を送れたらいいなと思いませんか？さて、これからは皆様お待ちかねの超特大プレゼント企画のご案内をしていきます。今私がお話しさせていただきました、そんな植物や木々たちと会話ができるようになるチャネリングという技術を、皆さんが習得する助けになるであろうプレゼントを、今月早ければ中旬、遅くとも下旬には私の公式 LINE ではお届けしていく予定です。私は今年に入ってから一部の視聴者様十数人の方々にこのチャネリングという技術を習得するための半年間のサポートをし始めているのですが、この半年間のプロジェクトに参加されたメンバー様が続々とチャネリング能力を開花させて、植物や木々など純粋な存在たちからメッセージを受け取れるようになっています。そこで私はこのチャネリングを習得したプロジェクトのメンバー様と、私でソウルブライトプロジェクトメッセンジャーチームというものを立ち上げました。このメッセンジャーチームの目的とは、個人のお悩みですとかお聞きしたいこととかではなく、もう壮大な地球の問題ですとか日本の問題などのこの社会問題をですね、チームのメンバーみんなで同じテーマをそれぞれがチャネリングしてメッセージを受け取り、それをこう私が集約しまして、皆さんメンバーの皆さんのメッセージ内容から同じ意味合いのものや単語、共通する単語だけをですね抽出して集約したものを公式 LINE のお友達の皆様に定期的にシェアするという社会貢献の一環を目的としております。こちらのメッセンジャーチームで集約したメッセージも、予定では毎週木曜日に公式 LINE のお友達になられた方々にお届けをしていっております。もう先週も1回このメッセージを配信いたしました。受け取られた皆様いかがでしたでしょうか。たくさん素晴らしいご感想もいただいております。この公式 LINE のお友達登録は完全に無料となっておりますので、ぜひ今のうちにお友達登録をお願いいたします。公式 LINE の詳細はこの動画の概要欄に、公式 LINE 自然とともにある暮らしの URL を貼り付けておきますので、ぜひそちらからお友達登録をよろしくお願いいたします。この今月中旬から下旬にかけて開催する超特大ビッグプレゼントは、このような方におすすめです。自然界や植物たちと対話ができるようになりたいと思っていらっしゃる方、地球の問題を自分ごとと捉え、当事者意識を持ち、パワフルな地球の手助けを していきたいと感じていらっしゃる方、社会貢献と自身の仕事を一致させたいと思っていらっしゃる方、目には見えないポジティブな存在たちと密にコミュニケーションを図り、人生をご自身が思い描いた通りに想像していきたいと感じていらっしゃる方、自分は何のためにこの人生生まれてきたのだろうと模索し続けているという方、自分の使命、生きがいが何なのかを知りたいと思っていらっしゃる方、ずっと堂々巡りの人生を送っていてもいい加減変わりたいと思っていらっしゃる方、行動には起こさなければ行動に起こしたいと思っているのに、どうしても腰が重くて動けない、そんな葛藤を抱えていらっしゃる方、自己肯定感がとても低く人生のチャレンジを諦めてしまっているという方、自分に自信を持って毎日を充実して生きていきたいという方、
このような方に今回のこのプレゼントはとてもおすすめです。ぜひ少しでもご興味があるという方は、すべて無料、公式 LINE のお友達登録も無料ですし、プレゼントも無料となっておりますので、ぜひ今のうちに公式 LINE、 自然とともにある暮らしのお友達登録をしておいてください。それでは今月の中旬から下旬にかけて、ちょっと今もうプレゼントをですね、毎日毎日睡眠を削って準備をしておりますので、すごくもうボリューミーなものに仕上がると私も思っております。どうぞ楽しみにお待ちください。それでは本日も最後まで動画をご視聴してくださりましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。